佐賀市久保泉町小福間山のふもとの一角に自生している愛媛アヤメが国の天然記念物に指定されています。その開花に合わせて3月29日から始まる愛媛アヤメ祭り、この小さく可憐な愛媛アヤメを守ろうと地域の保全会メンバーや子どもたちが活動しています。愛媛アヤメはアヤメ科の多年生草木、長さ7センチから10センチメートルほどの細長い葉の間からアヤメの花を小さくしたスミレくらいの花を開いて紫色の可憐な花を咲かせています。この愛媛アヤメは遥か昔、十数万年前から何回か襲った氷河期で陸続きになった大陸から日本列島に南下しました。世界的に見ると大陸系依存植物で最も南にあり、大正14年に国内の自生地5カ所が愛媛アヤメ自生南限地帯として国の天然記念物に指定されました。ここ久保泉町小福間山で自生できたのは人里に近い里山で、たびたび草が刈り取られて草原の状態が保たれたからです。草原の状態だと日光がよく差し込み、風通しがよく、酸素の供給も多くなります。一方で刈り取りが少なく他の植物に覆われてしまうと次第に小さくなり、やがて消滅します。愛媛アヤメの保全のためには年間を通して環境を整えることが大切です。現在久保泉町の小福間山には自生と育成を合わせておよそ1400株が育っています。この愛媛アヤメを地域ぐるみで守ろうと、毎年地域の保全会メンバーによる保全活動や植栽が行われています。7月と11月には全体の除草作業が行われます。特に夏場の作業は暑くて大変です。2月と3月は愛媛アヤメ祭りを迎える準備を行います。愛媛アヤメ保全会の牧さんに案内してもらいました。この通路もですね、作業の時に歩きやすいようにということで、こういったコンクリをですね、一応1年間ほったらかしたら大体こういう感じになるんですよね。カズラが巻いて笹が生い茂ってみたいな感じですね。だからそれを防ぐために年に3回ほど合同で草刈り作業をやっています。ここの半島みたいな形の地形になってますけども、ここがいわゆるその自生地という天然記念物の指定を受けている愛媛アヤメが生えているところっていうことですね。今の咲き具合を見てみましょう。ちょっとかも芽が出てますね。これがその株なんですけどね、もう葉っぱがピロンピロンと出たような形で、ちょっと膨れているように見えるのが花芽なんですけどね。こういった日当たりがいいところではこういった形でもう芽が出始めているっていうところですね。町内のボランティアさんによってですね、25年かな、全部こう手作りでそのままボランティア作業でですね作り上げたものです。ちょっと色が見えたの、あ、咲いてますね。あれですけどね、アップして見えますね。やっぱりかなりこう日当たりがこっちは斜面がいいもんでですね、たまにああやった形で、まあ、今はほとんど霜が降りなくなったんで咲き始めたと思いますけどね。今の小学4年生が植えたやつがこの白い杭ですね。
今も植えるところが少なくなったような形なんで、多分2株ずつぐらいしか植えてないじゃないですかね。桜の花見たらみんなワクワクするんですよね。まあ、あれと同じような感覚はですね、最初の一株が咲いた時はものすごくぬくもりといいますか、ワクワクした気持ちがあるとですね、まあ、一生懸命やった結果がそのまま花の数に現れてきますのでですね、そのような作業された方でないと味わえないところじゃないでしょうか。愛媛あやめの歌。小高い丘の斜面に咲く花は愛媛あやめという名で、僕たちの町の時を見つめてきた、そんな花。細く小さな体の愛媛あやめ、薄紫に色づき僕たちの町に春を呼んでくる、そんな花。目立たぬようにそっと咲くけど、町の心は一つになる。父がこれまで守った花だから、母が語り続けた花だから、僕も守り続けていく愛媛あやめ。僕たちの町の命、愛媛あやめ、愛媛あやめ。これは以前久保泉小学校に勤務していた先生が作った愛媛あやめの歌です。10年以上前に作られた歌ですが、今でも歌い継がれています。この日は年間を通して愛媛あやめの学習をしている久保泉小学校4年生が地域交流で公民館を訪れました。ここで子どもたちが愛媛あやめの歌を披露します。今日は愛媛あやめの歌を歌います。
ちょっと緊張したけど楽しかった。ゴミを拾ってきれいに育って守りたいと思います。色が紫で小さくてきれいな花、とても小さくて、あまり見かけないようなきれいな花です。国の天然記念物のようなきれいな花が、自分の家の近くにあってとても嬉しいです。他の地域では見られないので嬉しいです。愛媛あやめの花好きですか？はい。年に 2,3 回こういう聞く 場があるんですけども、毎回やっぱり涙が出ます。それだけですね、やっぱり哀愁のこもった非常にいい歌だと思います。この歌は、以前久保泉小学校に先生としておられた広田先生ということが、平成の16年頃作曲されてですね、町民の方が愛媛あやめ保全に尽くされていると、その思いをですね子どもたちにも伝えたいと、そういう思いからですね作詞作曲された歌です。この愛媛あやめは今国の指定になっているものが6カ所ほどあります。広島とか山口とかで、その中で佐賀県はその久保泉町だけということです。でこの愛媛あやめの保全はひっそりと公開せずにしているところがほとんどで、この久保泉町は一般に公開しています。これ愛媛あやめもですね、市民の方にもっと知ってもらおうということで愛媛あやめを一般公開して、こういうお祭りをしています。でこのお祭りは3月の下旬、桜の花が咲く頃です。で3月の29日から4月の7日の10日間、この期間だけ一般公開をしててですね、愛媛あやめ10センチ程度の小さい花ですけども、可憐な紫色 の花を咲かせる、で非常にですね、楽しいようなそういうふうな花です。でこの花がですね、全体で1400株ほどありますけれども、3日間ほどで消えてしまいます。でこれが時とともにですね、時間を置いて咲くもので、大体1000株ほどですね10日間にわたって見れるというふうなところです。で遠くから見ると小さい花ですけども、近くによればですねこの可憐な紫色を堪能できると思います。はい、第25回愛媛あやめ祭りは3月29日より久保泉町小生熊山一帯で行われます。一年かけて守ってきた町の命、愛媛あやめがもうすぐ花を咲かせます。第25回愛媛あやめ祭り、3月29日から4月7日まで開催。県道31号線愛媛あやめ祭りの看板が目印です。期間中は農産物などの販売やスケッチ大会、ウォーキング大会も行われます。またフォトコンテストでは愛媛あやめ祭りの様子、小生熊山の自然などの写真を募集しています。写真は祭り期間中に行われる撮影会で撮影をお願いします。お問い合わせは久保泉公民館までお願いします。